助走を取ったのは高井、さらに石川も取りました。動き出してから高井が狙った、決めた、先制レノファ山口 FC。 突き刺したのは高井和馬、今シーズン5ゴール目。なんとなんと欲しかった先制点、直接フリーキックで決めました。まあ、この選択は良かったと思いますね。いやー、しかしながら素晴らしいシュートでした。ちょっと当たってますかね、ディフレクションがどうでしょうか。ちょっとね、映像じゃ分かりにくいですけども、はい。